Adobe InDesign InDesign CS6 ののフレームの機能についてご説明しますではページ上にテキストや画像を配置する際にフレームを用いますこのビデオでは主にテキストのフレームについて見ていきましょうテキストを入力するには大きくプレーンテキストフレームとフレームグリッドの2種類があります この2種類をまとめてテキストフレームと呼びますがプレーンテキストフレームを略してテキストフレームと呼ぶ場合もありますここではプレーンテキストフレームをテキストフレームと呼びますご覧の画面には縦3段組でレイアウトグリッドのモードで雑誌用に準備したドキュメントが開いています このようなレイアウトグリッドを用いて作成したドキュメントにテキストを配置する場合フレームグリッドの使用が便利ですツールパネルで縦組グリッドツールを選択しますそしてレイアウトグリッドのマス目に合わせてドラッグしますするとこのようにレイアウトグリッドのマス目と同じ大きさでフレームグリッドが作成されていきますまた マウスカーソルの下に一行文字数と行数そして全体の文字数が表示されていますではサンプルのテキストを流し込んでみましょう書式サンプルテキストの割り付けと進めますこのようにきれいにマス目に収まってテキストが流し込まれました選択ツールに切り替えます フレームググリッッドドドのハンドルををラッグしててサイズを変えてみますこのようにフレームグリッドのサイズが変わってもその中に流し込まれていたテキストがマス目からずれてしまうことはありませんさてこのようにフレームグリッドのサイズを縮めた結果流し込まれていたテキストが途中までしか表示されなくなりましたこのように本来あるはずのテキストが フレームグリッドあるいはテキストフレームからはみ出てしまい表示されなくなった状態のことをオーバーセットと言いますオーバーセットが生じるとフレームグリッドあるいはテキストフレームの隅に小さな赤い四角とプラスのマークが表示されますこれをクリックするとテキストがカーソルに読み込まれますそして新たにレイアウトグリッドに沿ってドラッグして フレームグリッドを作ると、このように流し込まれます。なお、テキストがどのように連結されているのかを視覚的に確認することができます。表示、エクストラ、テキスト連結を表示と進めます。このように、上の段と下の段のフレームグリッド間に、テキストの連結を示す太い線が表示されました。 次はテキストフレームを試してみましょう横組文字ツールを選択しますそしてドラッグするとテキストフレームが作成されます簡単な文章を入力してみましょうテキストフレームは自由なレイアウトでのテキスト入力に適していますなおインデザイン CS6 ではテキストフレームに新たな機能が追加されました 自動サイズ調整のオプションです。もう一つ、テキストフレームを作成して入力してみましょう。例えば、このままテキストの入力を進めます。すると、このようにオーバーセットが生じてしまいました。入力した文字を削除します。このようなオーバーセットを防ぐように、あらかじめ設定できる機能が自動サイズ調整です。 では、テキストフレームにカーソルを置いた状態でオブジェクトテキストフレーム設定と進めます自動サイズ調整タブを開きます自動サイズ調整のリストから幅のみを選びますそして下のマス目からこちらを選びます左を固定して右に広がることを示しています では、OK をクリックしますテキストフレームが入力されたテキストの幅にフィットしましたでは、続けてテキストを入力してみましょうテキストフレームが広がってオーバーセットが生じなくなりましたエスケープキーを押して選択ツールに切り替えます二つのテキストフレームのハンドルをドラッグして サイズを変えて確認してみましょう自動サイズ調整のオプションを設定していないテキストフレームは自由にサイズの変更が行えますただしテキストが収まらずにオーバーセットが生じてしまうこともありますそれに対して自動サイズ調整のオプションを設定したテキストフレームは常に調整が行われています書籍や雑誌のように 大量のテキストを定められたフォーマットで流し込むような場合はフレームグリッドを用いると便利ですがチラシやカタログのようなフリーのレイアウトのドキュメントを作成する場合はテキストフレームを用いると良いでしょうなおテキストはその他の方法で配置することもできます長方形フレームツールを選びますドキュメント上で長方形を描きます 長方形フレームツールは、長方形のフレームを作成するツールです。作成したフレームは、塗りや線を適用して、図形として利用することができます。コントロールパネルを利用して、好みの設定が行えます。画像を配置するための入れ物として利用することもできます。もう一つ、長方形フレームツールでフレームを描きます。 では試してみましょうブリッジに移動をクリックします Adobe Bridge CS6 が起動しました画像の保存してあるフォルダーへ移動しますコンパクトモードに切り替えますこちらの画像を配置してみましょうドキュメント上のフレームへドラッグアンドドロップします フレームに合わせて画像を配置することができましたブリッジは閉じますこのようにあらかじめ紙面上に配置する画像の大きさが決まっているような場合先にフレームで画像の大きさを決めておいてから配置すると全体のバランスを崩さずに効率的に制作を進めることができますではもう一つ長方形フレームを作成します 横組文字ツールに切り替えますマウスカーソルをフレームに合わせるとこのように形状が変化しますカーソルに表示されていた四角い点線がフレーム内に合わせると丸い点線になりますクリックするとフレームがテキストフレームに変化してテキストの入力が行えるようになりますまた 鉛筆ツールに切り替えて、適当な線を描きます。横組文字ツールに切り替えます。マウスカーソルを線の内側に合わせると、このように丸い点線になります。クリックをすると、テキストの入力が行えるようになります。このように、テキストはさまざまな方法で入力を行うことができます。 あらかじめ用意された原稿をインデザインのドキュメントに配置することもできますプレーンなテキストファイルだけでなくリッチテキストフォーマットマイクロソフトワードマイクロソフトエクセルのデータを読み込むこともできますファイル配置と進めて配置ダイアログボックスを開きますショートカットを使う場合は Windows なら コントロールと D キーを Mac ならコマンドと D キーを押しますこちらにワードで作成した三つの原稿ファイルがあります二つは汎用的なリッチテキストフォーマットですが一つはワードのネイティブフォーマットですではこれらを配置してみましょうインデザインでは複数のファイルをまとめて配置することができます 3つの原稿ファイルを選択して開きますカーソルに注目してくださいこのように配置するテキストがプレビューされますキーボードの矢印キーを押すことでカーソルに読み込むテキストを入れ替えることができますドキュメント上にはすでにフレームが作成してありますカーソルを合わせるとカーソルの形状が変化し フレームにテキストが流し込まれることを示します。では、クリックします。一つ目のテキストが流し込まれました。次のフレームをクリックします。二つ目のテキストが流し込まれました。今度は、フレームがないところでドラッグします。するとこのように、テキストフレームを作成して流し込むことができました。 インデザインのドキュメントに追加したテキストフレームに対して直接入力を行うこともできますただし一般的な DTP のワークフローではレイアウトを行う作業者と原稿を作成するライターは異なりますそのためライターにとって使い勝手の良いさまざまなエディターで作成された原稿が入稿されることとなりますインデザインでは テキストファイルだけでなく多くのユーザーが利用するワープロソフトであるマイクロソフトワードもサポートすることでスムーズな DTP ワークフローが実現しています。